はい、こんにちは、116インズです。さて、先日当チャンネルでは私の見る目がなかったことを謝罪いたしましたが、そちらではどちらかといえば自分が考えていたよりも活躍した選手あるいはチームをご紹介したんですけれども、今回はその逆、高い期待を受けながらも残念ながら今季活躍することができなかった選手を見ていこうと思います。チームとしてはこの選手が活躍することをある程度計算して開幕前いろいろと考えていたにもかかわらず、あまり活躍することができずその穴埋めに苦労したチームもおそらくあったと思いますが、個人的にこの選手ここまでうまくいかなかったかと思った6人の選手、今回見ていこうと思います。それでは早速いきましょう。はい、まず1人目はエンゼルスのディラン・バンディですね。バンディは昨年からエンゼルスでプレーしている先発投手で、もともとはオリオールズ時代球界有数のトッププロスペクトとして期待されながらも、その期待に見合うほどの活躍はできていなかった選手。新天地で心機一転を図ったところ、昨年は短縮シーズンながら思いのほかいいシーズンとなりまして、11先発で防御率 3.29、 AL のサイヤング賞投票でも票をもらうなど充実のシーズンを送りましたよね。昨年の活躍もあって今季もエンゼルスのローテーションを支える存在となることに期待がかかりましたが、しかし現実は全く真逆。今季は23試合の登板で防御率なんと 6.06。 開幕してすぐの時期くらいはまだマシだったんですが、5月8日以降の8先発で防御率 10.24 と完全にバッティングピッチャー状態となってしまい、さすがのマドン監督も我慢することができず、前半戦にして先発ローテーションを外されてしまいました。後半戦に入ってまたローテーションに戻りましたが、昨年ほどのピッチングはできず、また8月下旬に肩を痛めた結果そのままシーズン終了となりました。昨年のバンディはホームランを抑え込んでいまして、それが好成績にもつながっていたと思いますが、今季は見事なリバウンドといいましょうか、とにかくホームランの多さに泣かされ、9イニングあたりのホームラン数は 2.0 ジャスト。さすがにこれだけホームランを打たれていてはなかなか厳しいかなといった印象ですね。バンディはコンオフ FA で、エンゼルスとしても彼が想定通りの活躍をしてくれていれば先発事情はもう少し楽になっていたことでしょうし、また7月末のトレードデッドラインでプロスペクトに変えることも目論んでいたことでしょうが、その全てが失敗し、またバンディ本人にとっても FA 前最後の年にパフォーマンスの面でアピールにも失敗するという、双方にとってルーズルーズの2021年シーズンとなってしまいました。はい、続いて2人目はナショナルズのスティーブン・ストラスバーグ。ストラスバーグはナショナルズが世界一となった2019年は特にプレーオフで世界一の原動力とも言える活躍を見せ、そのオフにチームと7年総額2億4500万ドルの大型契約を結びましたが、怪我の影響で2年続けてまともにプレーすることができていません。昨年はわずか2試合の登板にとどまると、今季も4月に肩の炎症で離脱、5月末には復帰できましたが、今度は首の違和感で再び離脱してしまうと、7月に胸郭出口症候群の手術を受けることが発表され、今季絶望となってしまいました。結局ストラスバーグは今季もわずか5試合、イニング数にして21回3分の2しか投げることができず、また神経周りで問題を多く抱えてしまっているのはピッチャーとしての選手生命、かつてのストラスバーグが見せていたようなピッチングをどの程度来年維持できるかという点でもかなり懸念点が多いという印象です。個人的にはストラスバーグが昨年の怪我から今季見事に復活を果たしてくれることに期待していたんですけれども、再びの怪我なので仕方ない部分もあるとはいえ、ちょっと今季もこうなってしまったのは残念でならないですよね。大型契約の一番活躍してほしかったであろう最初の2年間を棒に振ってしまい、シャーザーやターナーを放出し再建期に突入したナショナルズからすれば扱いに困る存在ともなってしまったのかなと思ってしまいます。ナショナルズは2019年のオフにこのストラスバーグとサードのアンソニー・レンドーン、どちらを残すかの選択を迫られ、結果ストラスバーグを選んだわけですが、レンドーンもエンゼルスで期待通りの活躍を見せているかと言われると今のところ微妙ではあるんですが、ストラスバーグを選んだことが正しかったと言われると、こちらもちょっと微妙な結果となってしまっています。3人目アスレチックスのトレバー・ローゼンタールですね。ローゼンタールがアスレチックスと契約していたことを忘れていた方も多い気がしますが、アスレチックスの選手です。アスレチックスは昨年のオフに絶対的守護神であるリアム・ヘンドリクスがホワイトソックスへ移籍し、ブルペンに大きな穴が生まれたわけですが、その穴を埋めるべく連れてきたのがこちらのローゼンタール。とにかくお金がないアスレチックスがクリス・デイビスをレンジャーズへトレードしたり、またローゼンタールとの契約自体も1年契約であるにもかかわらず複数年の分割払いにしてどうにかお金を工面したことでローゼンタールのアスレチックス入りが実現しましたが、アスレチックスのユニフォームを着てローゼンタールが投げることはとうとうありませんでした。開幕から肩の問題で IL に入ると、その後胸郭出口症候群の手術を受けることとなり長期離脱、後半戦からの復帰を目指して調整を進めていましたが、不幸なことに7月に股関節芯の断裂が発覚し、これで正式にシーズン終了。
アスレチックスはシーズン終盤にブルペンが一気に崩壊し、それが今季プレーオフ進出を逃す大きな理由ともなってしまいましたが、もしローゼンタールが健康でいればどうなっていたかどうしても考えてしまう部分がありますね。怪我などで本人のせいにしてしまうのはかわいそうなところはあるんですけれども、アスレチックスの財政事情、オルソンとチャップマンといった野手のコアが揃ってプレーするおそらく最後の年で、いろいろと工夫を凝らして連れてきたクローザーがこの状態だったのは期待外れではあったのかなと思いました。4人目はドジャースのコーディ・ベリンジャー。2019年に NL の MVP に輝き、名実ともに MLB のスター選手となったはずだったんですが、昨年は短縮シーズンの影響もおそらくあって成績を落とすと、今季に至っては実は昨年はまだマシだったのではと思いたくもなるような悲惨な成績を残しまして、95試合で打率1割6分5厘、 OPS5 割4分2厘、いやいや嘘でしょと言いたいところですが、これが現実なんです。MVP になった2019年にベリンジャーは OPS10 割3分5厘を叩き出していましたが、2年後に OPS が約半分になったと。 MVP イヤーができすぎだったとしても、今季のこの成績はあまりに寂しいですよ。本当ベリンジャーは開幕してすぐの時期に腓骨を骨折し、2ヶ月近く離脱したことがありましたが、怪我の影響もあって状態が万全ではないんでしょうかね。今まで得意としてきた速球系のボールに対しても結果を残せなくなっている点も気がかりです。またドジャースのロバーツ監督はベリンジャーの不振に関して、昨年の NLCS 第7戦ホームラン打った後にチームメートと祝福した際に右肩を脱臼し、オフに手術を受けたんですが、この影響がまだ残っているのではないかという指摘も以前していました。もし昨年の脱臼の影響がまだ続いているのであれば、あのホームランのおかげでドジャースはワールドシリーズに進むことができましたが、ホームランの代償として、というかホームランの祝福の代償としてはあまりに重すぎるものとなってしまいましたね。ドジャースはワイルドカードゲームを突破し、現在ジャイアンツとのディビジョンシリーズを戦っていますが、ベリンジャーにとってはレギュラーシーズンの悪夢を払拭するようなプレーオフとなるといいんですが、果たしてどうなるでしょうか。はい、5人目以降は皆さんもあらかた予想がつくかもしれませんが、まずはパドレスのブレイク・スネルですね。スネルを含めパドレスの今季のチームとしてのパフォーマンスはシーズン前と後とで悪い意味で大きな落差があったというか、まさかドジャースの対抗馬と目されていたチームが勝率5割をも下回るシーズンを送ることなんて思いもよりませんでしたが、その中でもオフの補強の目玉の一人、スネルが本調子とは言い難かったのはチームとしても誤算だったと思います。スネルはサイヤング賞を受賞した2018年を除くとフルシーズン稼働した経験がほぼないので、耐久面の心配は開幕からありましたが、今季 IL に3度入ったあたりもその不安が的中した格好になりました。また投げられたとしてもフォアボールを与えるペースがキャリアでもワーストに近いペースで、5回を投げ切ることができず先発の役割を果たせないこともちらほら。ランナーの増加はダイレクトに失点の増加につながってしまい、前半戦の防御率は 4.99。 ルイス・パティーニョ含め4人の選手をレイズに放出してまで獲得してきた左のエースの投球内容としては不満の残る内容だったのかなと思ってしまいますね。後半戦に入ってからは徐々に調子を取り戻し、シーズン最後の8先発は防御率 1.83、 44回3分の1で65奪三振と、まさにスネルに期待していたピッチングという感じの内容でしたが、時すでに遅し、チームの強みだったはずのローテーションは完全に崩壊し、投打の歯車も狂ってしまい、フラストレーションのたまる後半戦をパドレスは戦いましたが、ただ来季も今季のメンバーの多くがパドレスに残りますので、来季こそはスネルを含めリベンジの1年としたいですね。最後、まあこの選手は本当にどうしてこうなってしまったのか、メッツのフランシスコ・リンドア。昨年のオフ、メッツがリンドアと先発投手のカルロス・カラスコを同時に連れてきた時にはうまくやったなぁと個人的に思いましたし、また開幕直前に10年総額3億4100万ドルの契約で延長した時も、彼クラスのショートであれば妥当な契約かなと思ったんですが、シーズン終わって果たしてこれからこの大型契約に見合う成績を残していけるのか、不安の方が多いシーズンとなってしまいました。守備に関しては相変わらずの安定感なのですが、バッティングが狂ってしまい、開幕からなかなか打率が上がらない日々。リンドアの打率の推移に関してはもう皆さんの多くも100万回ぐらい聞いたと思いますが、シーズントータルでも2割3分、守備でプラスを稼げる選手なので、ウィンザボビープレイスメントで見れば 3.1 と平均以上のレギュラーくらいのパフォーマンスと言えると思いますが、ただ果たして3億4100万ドルの大型契約に見合うかと言われると、なんとも微妙なところです。飛びにくいボールに変わったことで少し前のようにシーズン30本打つのはちょっと厳しそうな感じですが、どうにかシーズンで OPS8 割前半くらいをコンスタントに残して、ウィンザボールリプレイスメントで4から5くらいを、少なくとも契約の前半の5年間くらいは残してもらいたいなと思って
っているんですが、果たしてリンドアの今後はいかに。メッツは今季地区優勝候補に挙げられながらも、残念ながらその目標には及びませんでしたが、メッツがコンテンドする上でもリンドアの活躍は不可欠です。ここ2年間はうまくいっていないことの方が多いリンドアですが、 MLB のスーパースターと呼ばれるゆえんをぜひ来季見せてほしいですね。という感じで今回見ていきましたが、まあ個人的には特にベリンジャーやリンドアあたりの不振は驚きでしたね。昨年の短縮シーズンに対応できなかったのはわかるにしても、まさか今季もこの調子になるのはちょっと考えもしなかったです。今回挙げた6人の選手にとっては今季は難しいシーズンとなってしまいましたが、ただもともとは実力のある選手たちだと思いますので、今季のことはまずは一旦忘れて来季切り替えて復活の年としてくれることに期待しています。今回は私が考える6人をピックアップしましたが、皆さんにとって今季この選手がここまでうまくいかないのかと意外に思った選手はいましたでしょうか。毎度のお願いではありますが、ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画上げていきますので、興味のある方ぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。